まあの休みの時に、えー、次のセッションの資料を用意いたしました。えー、次は赤林秀雄先生、えー、震災復興と教育政策、どのように学校と子どもを支援すべきかということです。それから、えー、同じあの主題で赤林先生と。 共同でご講演をいただきます奥野佐藤さんです失礼いたしました、はい、奥野佐藤さんチャンス・フォー・チョイドレン代表理事の方で現場からの報告ということで、えー、お話をいただきますけれども奥野様に関しては資料でなくて動画で、えー、後ほどご紹介を申し上げますで、時間としてはですね、えー、あのー、お二人で、えー、お話をされた後に 討議を行うということで、一応四時十五分、四時半ぐらいを目安にあのいたしますがよろしいでしょうか。あのある程度時間はあの柔軟にあの変更できますのでえ流れでご判断ください。ではよろしくお願いいたします。え今あのご紹介に預かりました赤林です。えと、ー、私の今日あのいただいたテーマはですね、あの震災復興と教育政策と。 で副題としてどのように学校と子どもを支援すべきかということを、えー、簡単にあのお話しさせていただきます、えー、と資料をまあ少し多めに用意し,あのしましたが、えー、時間の関係もありますので適宜あの大事なところに絞ってお話しさせていただきたいと思いますたって今、小野先生からですね非常にまあ大きなかつあの対極的なお話をいただいたところで,です、ね、あのまあ私がお話しするのはまあ特にその教育とまあ次の世代への,まああの投資ですね についてどうすべきかということをお話ししますがそういう意味ではマクロからミクロというの対局的な話から個別具体的な話ということになりますけれども多くの部分でですねあの小野先生のお話と重なっている部分もちろん相違点もおそらくあると思いますけれどもぜひ思い出しながら聞いていただけると幸いです。で <laughs> えっと今日のプレゼンテーションはですね、えー、まずあの被災産経の教育の状況ですねこれあの被災前の統計とそれから、えー、被災後のですねまあ、私があの、えー、数少ないあのあのまあヒアリングを行った経験からあのあの考えたこと、えー、知ったことをお話ししたいと思いますでまあそこからですねまあ、復興のためにまあ教育支援のあり方というものを考える素材を得たいと思いますその上で、えー、経済学から見た教育と。 いいうものをお話しさせていただきますここはあの多少教科書的になりますので、かつ、まああのかなり、えーえー、あのーまあ、抽象的な話も出てきますので、えー、少し省略してお話しさせていただきたいと思います。それからですね次にまあそれを踏まえて、ですねじゃあ,あの学校支援、あるいはその教育支援というものがまあ現状、あの,あの、まあ、震災とは関係なく、ですね、まあ、日本はどういう状況になっているかと。 であるいはそれが他国と比較してどういう違いがあるかということを、えー、米国の例と比較してみ、えー、たいと思います。その上でですね、そのまあ、学校や教育を支援するといったときにどういう部分が障害になっているのかということをお話ししたいと思います。で最後にそれらのお話を踏まえた上でですね、今後、その学校支援、教育支援、まあ、これはあの被災地に限りませんけれどもそれをまあ復興とそれから成長につなげていくためにはどういう戦略があり得るのかと。 いうことをお話ししたいと思っております。で、被災産経の教育の現状ということになりますけれども。えー、実はあの私、あの自分の家計費を使ってですね。2009年にまあ、たまたまそのまあ、全国の高等学校にアンケート調査を行っておりました。で、えー、その際にはですね。あのまあ、いわゆるあの。 えー、政府の統計で取れない部分についてです、ねえー、ぜひ知りたいと思いまして、えー、例えば、生徒の、えーえー、いわゆるその、えーまあ、あのの後にあの今お話し,しますけれども例えばその学校の方針というものは例えば地域によって違うのかとそれが何かその学校におけるさまざまなです、ね、例えばその就職支援やあるいはその進学支援に何か影響を与えていないかと。 でその上で、えー、具体的にどのような活動を行っているのかと,といったことを、まあ、知りたいと思ってあの調べました実はの第2回目の調査をです、ね、で昨年ちょうど被災後にあの行っておりましてそれも今まとめているところですけどもまだここではお話はできません。でまずあのそれを見るとです、ねえーまあ、皆さん、特に東北あ,のあるいは関東にご興味があるかもしれませんけれどが、まあ、高等学校における教育目標って何ですかと。 いうことをあのいろんなな大きな項目をです、ねえー、立てて、えー、質問いたしましまその上で、まあ、もちろんどこの高校も,です、ね、もうどれも大事だというふうに必ず答えるんですけれども、まあ、多くの学校はそう答えるんですけどもその中で相対的なです、ね、優劣を後でまでこちらの分析サイトで,です、ね、標準化しながらこういうグラフを作ります。ですのでこれはあくまで相対的な重要性を表しているということになりますけれども例えばです、ね、基礎学力とかあるいは大学への進学ということになると まあ、ぜひ東北地方を見てほしいんですけれども、かなしも高くはないですね、あるいはその国際性や学力の、語学力の向上といったことですね、それよりもむしろ、ちょっとこう消えてしまって申し訳ないんですけれども、職業意識や就職率いうのを向上というものが非常に学校のサイドとしてのです、ね、教育目標として高くなっているということが分かります。それからですね、例えばその勤勉さや協調性の素養とかですね、非常に高い。 ですね、その一方で例えば自立性や創造性の寛容ということがまあくまでサンプル調査ですのでこれで何か必ずこういう結果になるといつもこういう結果になるということではありませんけれども一つのヒントとして使わせてて使いいただいておりますその上で、まあ、最近その高等学校もです、ね、通常の時間以外にさまざまなインターン活動とかです、ね、土曜日の補習などをやっておりますけれどもそれが例えばどういう状況になっているのかということなんですけれども。 まあ、例えばその土曜日の補習とかです、ね、それから休日の補習なんてかなり熱心にやっています先ほどまあ基礎学力ということでは必ずしも高くありませんでしたけどもじゃ学校が熱心にやってないかということでは全然ありませんむしろ非常に一生懸命やっていますそれから放課後の補習やです、ね、それからボランティアインターンあるいは卒業生が来てまあ授業をやるという活動も非常に高いということが分かります学校は非常にその熱心にまあ教育活動を行っているということが分かります でそれは次のスライドにも表れていましてこれはあの高等学校におけるです、ね、いわゆる学力系検定ですね。例えば英語検定だとか漢字検定とか、まあ、これは、いろいろと言われていながらです、ね、なかなかちゃんとした調査が行われていると聞いたことなくてです、ね、私もまあ興味を持ってやってみたんですけれども、まあ、そうしますとです、ね、例えばそのあの英語検定とかです、ね、漢字検定とか結構受けているんですね。 であ,のあるいはその情報検定ってご存知でしょうかこれはの特に職業学科で,です、ねまあ、いろんなのパソコン検定とかいろんなあの、まあ、特に職業スキルのあの、えー、をあの認定するための、えー、資格ですけれども非常に受けているとで数学検定もそれなりに受けているというようなことで,、えー、でそれなりにあのきちんとやっているということになります。でかつその職業意識の醸成と 大学はもちろんありますけれどもそれと同じかそれ以上にですねその職業意識の醸成というものをやっているということになります。じゃあですねその結果学力水準はどうなのかということなんですがご承知のとおりですねあの東北の中にはですねいくつか全国的なあの全国と比較してでもですね非常に学力の高い県があります。で、えー そうまあ、最も有名なのが秋田県ですけれども秋田県を除いてもですね全般的に、えーまあ、もちろんそのあの教育段階やその科目によってはすべ、えー、てというわけではいきませんけれども全,全国的な平均から比べればですね学力は高い部類に入るということがあの分かると思います。<laughs> その一方でですね見て気が付くのはですね全体としてその学力が高い傾向にあるにもかかわらず大学進学率は決して高くないですね。 むしろみんな高校で卒業して就職するということがかなり如実にわかります。それがあの先ほどのまあ高等学校のまあ教育目標の挙げられた部分とかなり一致しているということもここでわかると思います。でこれはあの今のあの表をですねグラフにしたものです。まあこれを見ますと点線部分がですね大学の進学率で横から青森からまあ福島まで行ってますけどもあの 全体的にですね学力のランクはまあもちろん秋田はントツですけれども全体として高いにもかかわらず大学へのまあ進学率は必ずしも高くないということが分かると思います。で、まあ、そのような状況ですね、これがあの、まあ、あの現状になりますけれどもその後、まあ、震災後ですね、一体どういう状況になったのかということになります。 で、ここであの詳しい統計はあの、あのお見せしませんけれども、まずはですね、これもまあ私以上にあの詳しい方もいらっしゃると思いますけれども、えー、東日本大震災後ですね、国あるいは民間からの学校の支援って、どういう状況だったのかということを簡単におさらいしておきたいと思います。もちろん様々な支援があっただけでですね、ここではですね、いくつか、まあ、あの、今後の話の在留になるものを、ピックアップいたします。例えば、文部科学省からその教員派遣の要請が。 各地方自治体にあったりとかですね。それからまあ当然緊急物資の支援もありました。それからあの非常に有名な皆さんもご存知かもしれませんが文科省がですね被災地支援のポータルサイトを設置してですねその支援物資のマッチングみたいなことをあのやったんですね。で民間はどうだったかというと物資の提供であるとあるいは教材や文房具あるいはその赤十字や自治体を通じた寄付なんかも多く行われていました。一般市民の間ではまランドセルと。 いうことが一時期流行になりましたけれどもさまざまな寄付活動というものがありかつそのボランティアによるさまざまな支援があったこともご記憶に新しいかと思います。 ところがですね、私はたまたま6月にですね、岩手県と福島県にあるきっかけでヒアリング調査に行くことができました私は被災地に直接行ったというよりはですね、教育委員会とそれから PTA 関係の方にお話を伺ったんですけれどもここではですね、PTA 協会の方へのヒアリングの結果をの一部をご紹介したいんですけれども、まあ、あの支援物資についてはなかなか最初は調整が大変だったということなんですが6月時点でですね もう体育館が物資でいっぱいでも体育館が使えない状態になっていると支援物資のおかげで体育館が使えないということなんですね。で、で結果的に、えーまあ、その簡単に処分できないので,でそれがどういう状況かというと、まあ、子どもが勝手にその支援、まあ、持っていっちゃいけないよと言ってもです、ね、勝手に持っていくような状態であると、まあ、非常に教育上も良くないというような状況が残念ながら続いているということになっています。もちろん文科省はマッチングサイトを作ってです、ね、そういうことが起きないようにはしているんですがそれでもこれが起きていると。 いうことになりますで PTA 協議会はですねこれはあの、えー、まずさまざまなチャンネルを通じてですね学校を支援するためのまあ寄付を集めたんですけども、まあ、結果的にそれをどう配分するか非常にまあ時間かかっていたということなんですね。それで実際にどこに何が必要なのかという情報が、えー、なかなかそのうまく使えなかったということです。それかからら学校のスタッフにについいいててて他県先生来ただもですね、まあ、実際 どういう人だかよくわからないとです、ね、現場ではうまくまあ使えないんだということですねなかなかそこがうまくいかないということですねでむしろその先生をその臨時でもいいから採用してほしいと,というようなあの、まあ、現場に近い人です、ね、をあの採用してほしいというようなお話があったと国からの支援について、まあ、これもあの先ほどの,あの、えー、小野先生の話と、まあ、あの多少つながるんですけどもなかなかその支援が決まってくれないとですね 実際にそのお金がつかをつか使い始めていいのかどうかよくわからないとで例えばあの使ったあのお金の9割は支援するといってもですね事後的にそんなものは認めてくれるのかどうかもわからないしどこから修繕どのタイミングで修繕を始めていいかわからないとで修繕を始めればですね当然地元にいろんなお金が落ちますので復興にも役立つんだけども、まあ、そういうことはもう現場の人はもうよくわかってるわけですねだからそれがなかなかあの始められないというようなことだでした。 それから避難所での,そのまあ学習支援、まあ、当時はまだ避難所がいっぱいありましたのでそこでのまあ学習支援は少なくともギャの現地の人にとっては役に立っていると、まあ、そういうお話でした。でこれがです、ねまあ、文科省のポータルサイトですけども、えー、支援の要請と支援の提案というものがまあここでマッチされるっていうは,、まあ、はずなんですね。こここれがが中身ですどどの小学校からううういい要請があるということ が、えー、掲示板形式で書かれてていいるととうことになっています似たようなものに皆さんご存知かもしれませんけどもアマゾンのウィッシュリストがまあ使われたということもあのご存知の方とも多いと思います、えー、被災地が欲しいもののリストをです、ね、ここに上げてでそれに対して、まああのえー、寄付したいと思う人がいれば、えー、購入してまあ寄付をすると,というようなやり方です。 ある高校ではこんなものがある地域ですねあ中学校ですねこういうものが欲しいということがあったということなんですがまあこういうものをまあ一通り経験してですねどういうあの教訓が得られるかといいますとまずですねまあ大きく分けて支援には物資による支援とボランティアがあったとそれ以外に金銭的支援があったと思うんですけどもまず物資による支援というのはどういうものあの意味で問題かということなんですがまず当然ミスマッチがあるということですね。 まあ、あの文科省やあるいはその他のまあ寄付のためのまあサイトアマゾンのようなところがです、ね、いくらそのマッチングを工夫してもです、ね、絶対にその、えーまあ、もちろんそのマッチングの効率性は向上はしましたけども、えー、無駄があの常にあの残ると本当に必要なものかどうかがなかなかわからないということなんですね。でどうしてももらえるものはもらっておこうと文房具がその辺に転がっているんだったらもらっておこうとというような、えーまあ、教育上必ずしも良くない。 傾向も出てきているという現場の声もありました。それからそういうところで出てくる物資の質が高いかどうかとっていうのも我々はよくわからないわけですね。大事なことはですね、現地の産業は育てないということですね。で、もうすぐわかるように通信販売というのは現地の産業をまあ宅急便業者はまああの入っていると思いますけども、それ以外は全部素通りですので、現地のその、えー、復興そのものには大きくは役立たないわけです。 次にボランティアを考えてみましょうボランティアも本当に1人が足りないとき、まあ、先ほどの話と近いんですけども、にはもう,もう絶対必要なものなんですけれども、えー、それがです、ね、継続するという保証はないわけなんですね長期的な支援にそのボランティアってうはうまく使えないわけです当然、ボランティアも人間ですので寒くなればやはり行きたくありませんし放射線が怖そうなところにやっぱり行かないわけです。えー、そここをすすることはでできないわけですね で、しかも、特にその教育分野に考えていますと、さまざまな学習支援というのがありましたけれども。実際それが質が高いかどうかわからない。けれども、せっかく来てくれるんだから、教えてもらおうと。というようなこの声もありました。で、やっぱり無料であれば、使ってしまいますし、そこで,で何か。突然、あの、来なくなってもですね、文句は言えないわけですね。で、それと同時に、やはり、その、本来、そういう学習支援をしてたような。現地の、まあ、教育産業というものが、まあ、あの、かなり、マイナスの影響を受けると。いうことに。 なりますそれを考えるとですね、まあ、無料物資とか無料ボランティアというのは見えない社会的コストがあるんだということを、まあ、これ経済学者であれば当然なんですけどもやはり我々はよく理解しなきゃいけないということなんですね特にその、えー、本当に短期的なものは別としてですね、まあ、中長期的にはやはり金銭支援という形に置き換わなければいけないということになります。で金銭でであれればですねこれは <laughs> 現地に、えー、まさにその消費が落ちてそこでその雇用とそれからその、えー、産業がまあ復興するわけですので,でそれが継続的に行われる仕組みっていうのが特にですねその長期的に必要な例えば人材育成あるいはその教育といった分野に、まあ、どうやって、えーあのえー、回すことができるのかというのがここで考えなければいけない課題だということになるわけです。 それで、えー、復興に結びつく教育支援、学校支援と教育支援というのはポイントはですね、その現地の雇用を生み出すかどうかということですねでこれも先ほどの話とつながっておりますそれからですね、特にその教育というのはこれは、まあ、あの消費という以上にですね、経済的に考えますとこれは次の世代へのですね、人的資本への投資なんですねつまり成長戦略でもあるわけですよろしいでしょうか。そうすするとですね、これは、まあ、 必需品の部分もありますけど先ほどの話を受ければです、ね、プラスアルファのまあ投資でもあるわけですねもちろんその投資されたその人的資本がです、ね、ちゃんと社会で使われるという、まあ、そういう需要サイドも大事ですけどもここではまあ供給サイドの話にあの話を絞ってですねやはりそれが必要であろうということなんですね。でそれがですねさらに特にその被災地はです、ね、もう本当に貧困に陥ってしまったような、まあ、そういう世帯が多いわけですから。 特にその全体としての成長プラス格差を広げないようにしなければいけないという配慮も、まあ通常のあの状況以上に必要だということですね。すなわち本当に資金が不足しているときにちゃんと集まる仕組みを作らなければいけないとというわけです。まあそのためにですね、まああの私は経済学者ですので経済学的な視点の有効性というものを少しだけお話ししたいと思っているわけです。で、まあ教育投資というものは。 まあ経済学の中ではですねもうあの半ば常識的に非常に有益なですね投資であるというふうに理解されています。それはまあ最初に議論されたのはマクロ経済学特に50年代のですねあのいわゆるその成長会計と呼ばれるですねまあ学問分野が大きく育った時期にですねデニソンというアメリカの経済学者がですね米国の経済成長というものを分析していったどういう要素が貢献しているのかと。 いうことを分析したらですね、えー、ここに書かれてますように教育水準の向上がまあ11%、まあ、それ以外にですねいわゆる技術進歩と呼ばれるものですねこれは実はあの直接には測れないんですけども技術進歩だろうと呼ばれるもののその貢献も含めるとですねおそらく40%程度はいわゆる、まあ、知識や技能等々のですね発達によるまあ人的資本の,、まああの成長によるものであろうというふうに議論いたしました。で理論的にもですね まあこれはあのあの私の,まああのマクロ経済理論は私というよりはあの小野先生の分野ですけれどもいわゆる内政的成長理論というものがやはり80年代頃に大きく育ちましてそれは一言で言いますとまああの教育やその技能への投資がですねまあ物的資本のですね限界生産性の,まああの低下というものを補う力がそれによってその成長が継続する可能性があるということです。 それがまさにその教育投資というものが成長というものに寄与する理論的根拠付けになったわけです。それを考えますと我が国のよく言われていることですけど我が国の戦後の高度成長期の成長というのはやはり戦前から続くですね我が国の教育水準の高さというものが背後にあったのではないかと言われていることもよくご承知の通りだと思います。 で、まあ、経済学における教育とはということでちょっとまあ長々しいあのスライドではありますけれども一言で言いますとこれはですね、えー、まあ教育というのはもちろん楽しみのために受けるような消費の部分もあるかもしれませんけれどもより重要なのは投資としての性格ですとでそれはマクロ経済学的にもまあかなり明らかになっていますしミクロ的にもですねそれぞれの,そのまあ個人個人のですねいろんなそのまあ技能あるいはその,その技能の結果得られる賃金水準 を見てもですね。やはり教育が果たしている役割というものは。どの統計をとっても、まあ、非常に大きいということがだんだん分かってきました。で、それは言ってみればですね。個人の中に蓄積される技能と。あるいは、その資本みたいなものであるというふうに考えて、人的資本というような呼び方を、まあ、するようになりました。まあ、それは言ってみればですね。人間の、まあ、まあ、あの、市場における、あるいは、その社会的な生産性も含めても構わないんですけれども、えー。それを向上させるような知識や技能、あるいはスキルと。 人間性も含めて、まあ、そういうものは全ですべ、ね、て、えー、経済学の中では、まあ、人的資本,資本の一部というふうに、えー、理解することができるようになったわけです。で教育が、えー、投資であるならばです、ね、それはあの通常の,あの物的資本の投資と同様,同様です、ね、最初に、えー、ある程度のコストを負担してです、ね、そこから得られる、まあ、リターンをです、ね、長期にわたって、まああのえー、<laughs> 受け取ると。 という投資パターンがやはりその人的処方の場合にも考えられるわけです。ここでいう人的処方の投資というのは例えば教育の場合はですねこれ大学教育の場合を想定した図なわけですけども4年間の間教育投資を受ければですねあ大学に行けばですね えー、高校卒業後すぐに働いて得られたであろう賃金というものはこれ得られませんからそれがまあ経済学用語でいう機械費用となって、えーえー、計上されますそれ以上にです、ね、大学に行くためには、えー、学費を払ったりさまざ、あ、まな勉強のための材料を買わなければいけませんので直接費用もかかるとこの機械費用と直接費用の合計がです、ね、ここでいうまあ大学に行くという人的資本投資のコスト部分です。ところが もし大学に行ってそして非常にその社会に役立つ知識がつけばですねそれは将来その人のまあ技能が高まりそして社会に大きく貢献し最終的には賃金になって返ってくると、まあ、賃金だけではないですけども端的に言えば賃金によって返ってくればですね、まあ、それがその,その分の、えー、そういう投資をしなかった時に比べて比較した時の上昇分ですねこの R というふうに図で書かれている部分ですけども それを、まあ、あのリターンととして計上でできるであろうとでこのコストとリターンの部分を、まあ、あの経済協用で言えば適当な割引率を使ってですね比較可能な形にするというようなことによって教育の、まあ、投資効率あるいはその教育の、えー、収益率というものが計算できるわけです。で少しまとめておきますと教育のリターンコストっていうのはいわゆるその、えー、リターンの部分としては例えば個人レベルでいうと賃金上昇。 かもしれませんところが社会的に見るとですね個人のまあそういう賃金上昇だけではなくてですね全体として社会が安定する、まあ、民主主義的なその社会が機能するといったようないわゆるまあ外部効果と呼ばれるものも重要であるというふうに言われております。それ以外にそれに対してコスト面ではですね直接費用としましては今言いましたような学費や書籍代で機械費用としては、えー、本来働こうと思えば働いて得られた、えー はずの賃金失われた賃金が機械費用として計上されますそれ以外に社会的な費用としては各種ある助成金やあるいはその寄付などで賄われる社会的な費用分も含まれるというふうに言うことができますま。そういうふうに考えますと我々はその教育の便益というものを端的に言いますと賃金の上昇分。 教育を受けることによって得られる賃金の上昇分で計算することもできますし、えー、それをまあコストと比較するという方法で、えー、教育のの収益率とというものを計算すするることがでできるわけですで何か全部お金で換算してしまって味気ないようにふうに思われるかもしれませんけれども実は非常に大事なことでなぜかというと、まあ、しばしばですねその教育っていうものはその格差を解消するために使わなければいけないということが言われるわけですけれども。 格差が解消されるということは最後はやはり所得が上昇しなければですねこれは貧困からの脱出も格差の解消もなされないわけですからやはりそれが受けた教育がどれぐらい所得になって帰ってくるのかということを計算しなければですね要は貧困からの脱却ということを教育と結びつけることはできないはずなんですね。なか,なかこの辺がですね、えー、っと、えー あの分かっていてもです、ね、お金に結びつけると教育はそれだけじゃないというふうに議論が突然飛んでしまったりすることがあの、まあ、しばしばあるわけですけれども実際に、まああのえー、その教育の収益率を計算するということは国際的な援助機関ではもう何十年にわたってやっている、えーえーえー、研究でして例えばここにはです、ねえー、世界銀行の,そのエコノミストがまとめたです、ね、地域ごとに見た。 そしてて教教育育段階ごとに見たですす。ね、のの収益率の計算を上げてありますでプライマリーというのが初等教育セカンダリーというのが中等教育でハイヤーが高等教育ですけども、まあ、非常にですね、まずその収益率が高いということがよくわかると思います。これだけその、えーまあ、あの低金利の時代にですね、初等教育、中等教育は大体10%以上いっておりますので。 それだけ実は人的資本の投資というのは経済的に見てもペイするものであるということがもうよくわかるというふうに思いますところがです、ね、それだけその人に対して投資するということは収益が高いということが数字で分かっていながらなかなかなされないということも一方で現実なんですこれはなぜかといいますと物的資本との違いと。 いうことなんですけども、まあ、一つはですねもちろんお金のためだけに教育を受ける人ばっかりじゃないですので、えー、奨学金を得てもですね必ずしもそれをまあ有効に、えー、例えば返すためにその、えー、使うとは限りませんそれからですねもっと重要なことはですね、えー、教育をファイナンスするって非常に難しいとなぜかというと要は物だったらばですねそのあるいは土地だったらばそれを担保にすることができますけども人間の中にその要はあの 蓄えられる、まあ、それを人的資本とと呼んだとしてもですねそれを担保として提供させるということは不可能なんですね。それを担保にするということはすなわち奴隷契約をするという奴隷契約ってどっかの国で聞いたことありますけども最近、まあ、それに近いものがあってですね、えーまあ、それはやはり無理なんですね。ですので職業選択の自由がありますのでやはり働けませんこの仕事はしたくないですと言われたらそれは自由なわけです個人の自由です。でですので そこに政府の役割があるとつまりちゃんと返す例えばその教育投資をした分をですねそれを例えば所得税の形で社会全体で返すとで所得が上昇した分はそれは税収の上昇によって返すというのがここに政府の役割があるというふうに考えることもできるわけです。で 少しです、ね、ここでじゃあ,あの教育って格差を広げないんですかとあるいはその教育が格差を広げたり縮めたりする条件って何なのだということを、まあ、しばしば議論されることなんですがここでまあ,あの経済学的な手法を使って少し説明したいと思います。ここはちょっと図が多いのでですね少し省略しながらお話しするとは思いますけどもあの、まあ、我々の経済学者はですねあの予算制約ということとそれからまあ最適選択と。 いうことを、えーえー、使ってあの議論しま,すまああのビジネス,スクール関係者はもちろんよくご存知だと思いますけども、えー、例えばここではですね2つの財があるとして教育投資ですね親が投資したいと思う教育の質と量というのが右の横軸にあって縦軸に教育以外の消費があるとしますよろしいでしょうか、まあ、誰もがですね適切なまあ教育投資とそれから適切なそれ以外の消費を求めたいと思ってるわけですね。でですので、まあ、最適な消費で 消費点とというのはおそらくこの、えーまあ、真ん中あたりと予算制約式というのは言ってみればもともと持っている所得をどれぐらいその、えー、教育にあの振り向けるかという、まあえーえー、自分のまあ財布の中のです、ねえー、使い道をあの表した線だというふうに理解してくださいそうするとここはまあ全部あのあの消費に使って教育を一切与えないとここは全部教育に与えて消費は一切しないという、まあ、両極端の点ですので大体の書きはです、ね、真ん中辺にすると。 まあこれがイメージだと思ってください。そうするとですね、これを今言ったところです。えー、予算制約の中で公用を最大にする点ってはおそらくこのイ、e、であろうと。そうするとですね、当然その所得の高い人というのはたくさん消費もできますし、たくさん教育も与えられると。所得の低い人というのは、えー、消費も少ないし、それから教育の投資量も少ないと。これはいわゆる公的な学校がない状態、あの本当に自由な私立学校しかないような状態だと思ってください。 そこにですね公立学校無料の公立学校ができるとどういう状態になるかというと無料ですので低所得者も当然消費を減らさずにあの一定量の,この、えー、教育を受けることができますそれから高所得者も自分の所得を減らさずにこの低所得者と同じだけの、えーえーえー、教育を受けることができますでそれぞれですねちょっとまあ説明省略しますけれども満足度は以前より高いんですねなんといっても無料で、えー、教育が受けられるわけですから。 ところがよく見てほしいのはです、ね、場合によっては公、ね、職者にとっては今までこの無料の公教育がない場合よりもです、ね、投資料が減っちゃう場合があります。何だって無料ですから無料で得られるものをわざわざその私立学校に行くよりはの無料に行ったほうが満足度が高いわけで多少質があのあの低くてもです、ね、その分消費できればそっちで満足を得ればいいわけですので公教育はでいいと別に私立に行かなくてもいいと。 いうよううよよなな選択このような者一の選択択このの者一がが起きる可能性がありますですので、えー、低所得者にとっては教育のあの受ける教育の量は増えますけれども高所得者にとっては減る可能性があるただし、えー、受ける教育の量は完全に等しくなるとこれがまあ教育の公平性ですね。じゃあですねここに学校外教育というものを加えたらどうなるのかということになるんですが低所得者にとってはこの先ほどの教育の 公教育の点で満足できるんですねここが一番いわゆる満足度の高い点だということが実はこの図から言えるんですがところがもし、えーえー、学校外教育が与えられればですね所属の高い人にとってはさらなる、えー、教育支出をしてより高い満足度の得られる点に行くことはできますこれがここで言ういいのに通達なんですねでこれはどちらもですね公、えー、教育がないときよりも高い 教育投資を行い、かつ満足度が高いわけですから、いいことなんですが、やはり公教育だけの時に比べればですね、えー、教育投資に差が出ると。まあこのようなことがですね、まああの経済学的に見たまあ教育投資と格差のまあ一番基本的な考え方です。よろしいでしょうか。図から分かることは簡単にまとめますと、もし公的な私学校がない場合っていうのは、当然所得の差というのは教育需要の量の差にそのままつながります。 公的な学校があればですね、かんで底、まあ、上げて公平性は保たれますけれども、その代わり高所者にとって教育需要の量は減りますので、これは社会全体にとって本当にいいことかどうかはわかりません。よろしいですか？で、かつ私立学校は成立しなくなります。学校外教育があるとですね、これは効率と共存するんですね。つまり言ってみれば、私立か効率かということの二者択一の状態じゃなくて、効率に生きながらさらにプラスアルファのことをやるというような選択肢が増えると。ただ当然需要の差は広がる。 つまり低所者と高所者の差は広がりますので、まあ、これがまあいわゆるまあ日本の今の現状を表しているとあの端的に言えばですねいうこともできると思います。で一つの疑問はですね経済学を学ばれる方はこれそれぞれ最適な選択しているからいいじゃないかと別に差があったってですねいいじゃないかというふうに考える方もいるかもしれません。これは今は今その… このの図を使っているのは実は限界があっててて教育を消費としてしか見てないなですねでこれがまあもしかしたら、えー、消,費だ消費であればです、ね、あの別に低い水準の教育で満足しているというような言い方もできるかもしれませんが教育を投資として考えるとです、ね、本当にこれが最適な量なのかということは実はその教育投資市場がどれくらい機能しているかどうかによるわけです。 えっとちょっとまあ省略するとですね先ほどですね、えー、あの人的資本というのは担保にならないと言いましたけども担保にならないということはどういうことかというと低所得者にとってはですね自前でその教育を受ける費用がもしない場合にです、ね、それを借りてでも 本来でであればですね、収益率が高ければつまり借りる金利よりもですね、収益率が高ければ本当は借りた方がいいですしそれは個人にとっても社会にとってもいいことなんです。ですよね投資機会というのは収益率が一番高いところに振り向けるのがこれは経済学的には最も効率的なわけですところが担保にならないからですね、なかなかその教育費ローン市場というのは成立しないですねですから本来は投資したいけども需要したいんだけども借りることはできないからできないとでこれは特にその学校外教育 にお本当は私立に行きたいんだけども行けない塾に行きたいんだけども行けないというような状況というものがありうるわけですねで。これを想定するとですね、えー、やはりその市場の不完全性っていうのは理論的に言うと、まあ、あの個人の,その人的資本の成長っていうものが国としての成長の源泉でもあるとすれば成長と復興を阻害するんだということもあのすぐ分かると思います。 で解決策としては教育ローンの充実やあるいは学校教育そして学校外支援、教育への支援というものが考えられるわけですところがですね、まあ、義務教育を、まあ、これまで以上に充実させるというのも1つの答えであるわけですけどもやはり例えばじゃあ365日学校に縛りつけておけばいいのかそれは確かに公平でしょうところがまあ多様性って失われますよろしいですね でかつ公立学校がどこまで効率的かということも、まあ、あのいろんな形であの疑問が出るでしょう。まあ、だとするとですねあの言ってみればやはりその成果をもたらす投資をしなきゃいけないと公立学校にその投資することに成果がある限りはです、ね、ちゃんと投資しでもそれにすべてを期待することができないのであればより多様なです、ね、教育機会というものに対して投資する必要があると。 でそのためにはですね、本来は政府の対応を待っていてはいけないというふうにまあ私は考えております。で、ちょっとここはあの省略させてください、時間の関係上で、まあ、個別の政策教,教育政策と、つまりどういう教育政策が有効に働くのかっていう個別の議論をしなければいけないということになります。ただ、学校にお金を追い込めばいいというのではなくて、どういう追い込み方をすれば、例えば IT 教育をするのか、職業教育をするのか、あるいはクラスサイズを小さくするのか、先生の質を上げるのか、さまざまな、 選択肢があります。なかなかこれという判断が難しいんですけども、その判断をするようなですねツールというものもあの経済学者は開発していると。これがあの教育生産関数と呼ばれるものなのですが、ここでは省略させていただきます。じゃあそれを考えますと、もう30分ぐらい来ましたね。えー、それを考えますとですね、えー、いろんな形で教育支援というものが なされなきゃいけないいけないと。特にはここで。まあ、そうそう被災地の話に戻りますけれども、も、えー、被災地にはですね。物は行ってもなかなかお金は回らないかったんですね。これはあのまあ、いろんなあの事情があると思いますけれども、実は日本の公立学校っていうのはですね。例え、そこにある程度その質が高い。あの、えー、資源があってもですね。そこにお金が行くような状況になってないですね。それをですね。端的に示すのが実は pta と。 まあ皆さんにとっておそらく短くかもしれない PTA というものを比較してみるとすぐ分かるんですね。であのなぜかということなんですがここでですね、まあ、日本の PTA とアメリカの PTA をとりあえず比較してみますと、えーまあ、私がまあ個人的に経験のあったです、ねまあ、東京都とそれからマサチューセッツのブルックラインというです、ねまあ、比較的裕福な学校区となんですけどもここでまず一人当たりの教育支出と。 とそれから PTA から出てくる、えー、まあ援助です、ね、を比較してみましょう、えー、とブルックラインは一人当たり生徒一人当たりの教育支出というのは大体1万67,000ドルであるとでこれはあのマサチューセッツ全体でも少し高いんですねまあ裕福であるということだと思うんですがこれは幼稚園から高校までの平均ですので,、えー、でかつですね個別の学校を見るとですねこれも私がまあ身近に経験した学校小学,小学校というかまあ 1>, 1年生から8年生までの学校なんですが PTO がどれぐらいその1人当たり出してるかというとですね88度とか119度、まあ、大体1万円程度ですね1人当たりですよ。でそれに対してじゃ東京都は公立学校の予算ってどんなものかというと、まあ、小学校が大体ですね、えー、とこれがまあ100万円中学校がまあ130万円まあまあ,あの桁としては似たようなものですね。あの単純な比較は難しいですが じゃあですね PTA がどれぐらい支出しているかというと大体2000円ぐらいです。<laughs> まあ、5分の1ぐらいということになりますで、まあ、これがですね、まあ、アメリカのローレンススクールであのホームページに載ったあのどういうことが PTA はできるかというとですねもうありとあらゆる学校の支援ができます。 例えば先生のためにその教材を買ったりそれからできないことのための補修をしてあげたりあるいはスポーツクラブのためにお金を出してあげたりとかです、ね、当然フィールドトリップのための費用を一部負担するなどなどでありとあらゆることはできます、まあ、それはこの中身なんですがこれもまあ同様のことですところがです、ねまあ、公立学校の PTA というのはご存じの方も多いかと思いますけどもほとんど何もできませんつまり学校の中のことというのは PTA は出せないんですねなぜかというかアメリカ人から見ればなぜか出せないと。 要は学校の周りでまあなんかあの保護者がうろうろ活動するその費用が出ているだけなんですね。でそれは原則日本の公立中学校っては公立学校というのは寄付を受けるというそういういい体制がないんですね金銭寄付を受けるという体制がないんです。ですから例えばベルマークを集めてなんかそのもらったとかですね、まあ、そういうことは物でもらうことはあってもです、ね、お金を受け入れられないんですね。でこれが実は被災の時にものすごい障害になったんですね。 なぜかというとお金さえあれば現地の学校はそれを使っていろんなものを現場で買えるわけです必要なものは全部そこにあるわけですですから無駄なランドセルが積み重なるとか無駄な文房具が積み重なるということはなかったんですねところがお金で寄付ができないからみんなしょうがないからどうやったかというと実はまあこっそりいろんな現金をまあもう学校に直接持っていったという,もう非常事態ですがそういうこともあったらしいんですがもう固いことを言えばです、ね、それはだめと。 いうことになっちゃうんですね。受け入れられないです。そういう会計はないんですね。まあ、そういう状況だということをぜひ理解してください。ですので、まあ、ただですね。あの学校はその分ですね。お金足りない分、何をやってるかってうと、いわゆる学校教材費ってを取ってたりしてます。一人当たり例えばよくあるのは23、23えー、5 0 0とかですね。それからまああの多い場合には1万円とかそういう場合もありえます。で、これは強制的に取らざるを得ないんですね。 ところがこれは一人頭いくらで取ってますから例えばできない子のために教材を多めに買おうとかで,す、ね、できる子のために何か特別なプログラムをしようとかそういう使い方は一切できません。全く柔軟性がないわけですねということで、まあ、日本の P T 日,米日米の PTA を比較するとです、ねまあ、要は寄付自体は可能ですけども学校に受け皿がないんですね、なぜか。それから当然、任意団体ですから PTA は寄付の控除もできません。 で学校内の教材費は一切出せません教材費はこれは税金から買いなさいもしくは皆さんから一律に集めなさいということになっていますですから事実上の金,金銭寄付というのは平時はそしてあの非常事態でさえです、ね、うまく機能しないんですねでそれに対して米国はあの金銭寄付が非常にできるそれによってですね本当に学校にとって必要なものが必要な分だけ買えると結果的に学校の教育,教育の質は上がるという仕組みになってるわけです。 もちろん金銭交付寄付だったら常にうまくいくかというわけではありませんあの。お金、金銭寄付ってそもそも集まりにくいです。感謝もされにくいです。やはりその寄付者の顔が見えないということが最大の障害かもしれません。で受益者にあの寄付する側にとってもです、ね、やっぱりランドセルを送ればです、ね、それがあのなんか使って喜んでくれるんじゃないかという,、まあ、これはもう半分以上妄想なんですけども、その妄想で幸せになるわけです。ね。でもも、現ははランドセルはほとんど体育館の倉庫に埋まっていてい それがなんか寄付したい気持ちになっているそんなことはもう考えませんのででもお金だと例えば何に使われるかわからないとかどうしてもそ,のそういうです、ねえー、ことを考えてしまうそれが非常に難しいと1つの可能性はですね、人を制限した、えー、寄付金を作ると、まあ、そういうのをバウチャーと言いますけども例えば特定目的にしか使えないクーポンを発行しそれに対して寄付を集めるとで。これは今 まあ、バウチャーという言葉はいろんなところで聞かれたこともあるかもしれませんけども、えー、どこで使うかは自由なんです、これは。ですから、えー、それは現地の,その,あの、まあ、保育とか、まあ、しばしば言われるのはまあ職業訓練そして教育ですね、まあ、そういうところで使われるようなバウチャーをあの渡すとこれは言ってみればです、ね、ちょうどその金銭寄付と物的支援の中間みたいなものです。寄付ははお金でで、すけど、具体的的には特定のの目的にしか使われませんので まあそれぞれのですね金銭寄付と物的支援のまあちょうどまあいいところをうまく使えるその制度設計によってはですねあのやっぱり使われ方がはっきりしてますから寄付したいという気持ちもなりますしと同時に個人のニーズにも対応するということができますこれはまあもちろんあのいろんなところで議論はされてますけどやはり普及のためのポイントはあってですねそれは配布する組織は信頼できるかと。 いうことは大事だということと、それからですね、やはりその支援者に対して成果を明らかにしていくと、これも大事だというふうに思います。まあそれを考えてちょっと簡単にまとめますとですね、まああのまあ今回あのお話しする内容は特にまあ教育にどういうお金を集めるのかということ、そのための仕組みについてだけお話し,しました。もちろん教育にあのが学校教育に求められているものは他にもいろいろあるかもしれません。心のケアであるとか。 あるいはその災害対応のできる学校づくりとかですねそういうことは私は専門ではないので申し訳ありませんがお話しできませんけれどもとにかくですね次ののの世代のために何かをやるというががこれが教育政策ですですので短期的な援助から長期的な金銭支援特に人を育てるというのは,これは長期的な支援が欠かせませんからそれを可能にするような制度設計が必要であろうというふうに思います。でまあ、具体的にはですね 例えばもうすでにお話ししたように寄付を想定した公立学校会計というものを作らなければいけません。で学校によって寄付,の寄付の金額の差が出るのであればそれを平準化するようなメカニズムをこれ事前に決めれば事後的にはねあそこが多すぎるあそこがたくさんもらって不公平だとかそういうのもあるかもしれませんが事前にその平準化のメカニズムを作っておけばそういう不満も和らげられると思いますし当然税制の優遇も必要でしょう。<laughs> さらにですね公立学校以外の,その教育の支援の必要でしょう。なぜかというと、えー、当然、ですねその学校だけでその満足せずにより質の高い教育を受けさせたいというあの気持ちはですねこれはむしろあの成長を阻,阻害せずに促進するものですからただそれをですねべての例えば家庭にあの、えーえー、与えるには通常の,あの市場だけでは不完全である可能性があるわけです。で <laughs> まあそれを一つの手立として教育バウチャーというものがあるんじゃないかと。から、えー、あとはですね、まあ、教育政策というのはまあ卒業生の進路雇用確保これはまあ需要側の問題ですので、えー、いくら育ってもまあそれがあの雇用されなければ仕方ないということです。あのなるほどですね、そして最後にですね、まあ、やはりこういうあの非常時にはあのやはり常識にとらわれないですね新しい教育政策と。 いうものを考えていかないといけませんので、現在いろんなその政策がえーもちろんあの提案され一時ば実施はされていますけども、なかなかそれがですねきちんと評価されたことというのはないんですね。評価されてそれが意味があるということが分からなければ、やはり長期的な支援というものを得ることは非常に難しいです。ですので、まああのそのことも含めてですね、ぜひそのまあその熱意をま保つためにその冷静な評価というものが両方必要であろうというふうに考えているわけです。 じゃあですね、この後、あの、えー、まあ、その、私が提案、あの、今日お話ししたですね。まあ、政策の、まあ、一つの、まあ、タイプと、あの、思われるですね。チャンスオーチルドレンという、まあ、支援団体の活動について。あ、え、のー、その代表理事である奥野さんから、お話をいただきたいと思います。 はい。えっ、ー、と、今ほど、あの、紹介いただきました、奥野と申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と、私たち、あの、チャンス・オー・チルドレンと申しまして、まあ、あの、今日は一応、現場からの報告ということなんですが、あのー、ま、簡単にその活動の概要をお伝えしてから、えっ、ー、と、ちょっと現場の声とかをですね、お伝えできればというふうに思っています。 も、はいえー、ともとですね、私たち、あの、阪神・淡路大震災のときに、えーと、避難所へのですね、あの、学習支援っていうのを始めたブレイン・ヒューマニティという団体が、あの、兵庫県にありまして、あの、そこを設立の母体にしております。で、えっ、ー、と、ま、ブレイン・ヒューマニティという団体は、あの、ま、大学生がですね、えっ、ー、と、家庭教師のサークルを作ってっていうのが始まりでして、まあ、その後、阪神・淡路大震災があって、あの、避難所の、え子どもたちに対する学習支援っていうのを始めました。 で、その後ですね、あの学習支援にまとどまらず、あの学校外教育の分野で、ま、体験活動ですとか野外活動っていうことを、えー、子供たちに提供して、まあ、サービスとして提供してその対価をもらってというところで、あのー、活動してきました。 で、えー、っとですね、15年、設立から15年経った2009年なんですが、まあ、あの、今までの活動をこう、振り返ったときにですね、いわゆるその学校外教育っていうところに、あの、参加できている子どもたちというのが、 いわゆる経済的には非常に豊かな子どもたちが中心になっているという現状を受けて経済的に困難な子どもたちというのは全然参加をできていないという現状の中でいわゆる生活保護の世帯の子どもたちに対して学校外の教育塾とか習い事体験活動で使えるようなクーポン券を発行したというのが私たちの活動の始まりになっています。 でそれ2009年、になりますで2009年2010年とです、ねまあ、小規模ながらあの関西の方で活動をしてで昨年です、ね、東日本大震災があってあのこの同じモデルを東日本大震災の被災地でも展開をして現在、150人の子どもたちに対して一律25万円のバウチャーを提供しているというあの活動を行っております。 でえー、と今ほど、赤林先生のお話ともつながるところなんですがも、えー、ともとはです、ね、あのいわゆるこの学校外教育という分野において特にこの年収の400万円未満の世帯と800万円以上の世帯というといわゆる学校外教育の活動に関しては3倍ぐらいの差があるわけですねでいわゆるこの経済的な格差というのが、まあ、直接、子どもの教育機会の格差につながっているというところをあの非常に問題だなというふうふに捉えて活動を始めました。 でえっと、もう一つはです、ね、下の方の図にあるんですが。 えといわゆるその子どもだけではなくてです、ね、次の世帯にその、えー、貧困がです、ね、こう受け継がれてしまっているというのがまたさらに一つ問題でしていわゆるその子どものです、ね、学校外の教育の機会の創出というのが子どもの低学力とか低学歴につながりひ、まあ、いてはその子供の、子、え、のー、若者のです、ね、経済的な貧困でまた、えー、と親の経済的貧困につながっているというところをあの断絶症というところ 活動を始めました、はいでえー、といわゆるです、ね、私たちが行っている活動の概要になるんですが、1、えーまあ、つはです、ね、今ほどお話ししました、えー、学校教育の機会が、まあえー、ある意味保障されている中で学校外教育の機会というのは家庭の経済状況に完全に委ねられているとつまりあの、経済的な事情で学校外で学ぶことができない子どもたちの、えー、教育機会を保障し、 教育格差を是正することが必要だろうということで始めましたで2点目はですね、まあ、バウチャーという仕組みを用いてるんですが、まあ、いわゆる現金給付ではないので、えー、使途が限定されているというのが一番の特徴ですつまりは教育にしか使えないということなので確実に教育機会を届けることができるということがあります で特にですねあの東日本大震災の話でいけば、まあ、の各家庭に非常に大きな生活を再建する費用がかかってきますで現金で給付した場合に必ずしもまあ教育に使われるとは限らない、まあ、最悪の場合、有給費などに流れている場合っていうのもよく聞きますその中で私たちはあのバウチャーというところで首都を限定するという,ふうな方法をとっています。 でまたですねあの最後の方に書いてありますが、えー、といわゆる直築に回らないというところも1つあるのかなというふうに思っていますで、えー、と3番目なんですが赤林、えーまあ、先生の方のお話でもありましたが、えー、いわゆる私たちの支援というのは子どもにはこう無償の支援をしながら一方で被災地の教育事業者にお金を落とす仕組みでもあります。 なので、えー、と必ずしもですね、まあ、無償支援というのが、えー、被災地のこう支援にとっていいのかと言われるとですね特に今の段階にとっては厳しい部分もある中であの私たちとしてはその、えー、被災地の事業者にもお金を落としつつ、えー、子どもにも、えー、無償の支援をできるというですねこの2つの軸を大切にしながら、えー、支援活動を行っています。 えとであの今、図で書かせていただいているんですが、あのー、これはです、ね、原資はえと市民とかです、ね、企業からの寄付で賄っています。で寄付を私たちの方うでえとバウチャーとして発行して、で子どもたちはえと自分の好きな、まあ、自宅の近くとかです、ね、好きなえ教育機関でえと使えるというような流れを取っています。 でえー、といわゆる教科学習だけではなくてです、ねえー、と習い事ですとかあとはその文化活動とかです、ね、スポーツ活動でも使えるというような形をとっています。えー、とで今、実際にこう使えるところは、まあ、こうあの大手しか書いてないんですけど基本的には、えーとまあ、こういったところで使えるということで、まあ、今、大体1039箇所ぐらいでバウチャーを使えるというような活動になっています。 はい、でこれがバルチャーの見本なんですが、あのーまあ、上のほうに書いてあるのが一般的に配っているやつで、まあ、下のほうみたいにいわゆるこうスポンサーですね、まあ、寄付をいただいているという関係もあるのでスポンサーをつけたいようなクーポンを配っているというケースもありますで、えっと、いわゆる今私たちが配っているのは、えーっとですね、1000円券を250枚配布をしていましてでそれぞれにこうクーポンナンバーが振られていて、まあ、それで一つ一つ管理をしているという形になっています はいでえー、とそのほかなんですが、あのまあバウチャーがです、ねまあ、当たり前なんですが、使われないと意味がないんですね、で私たちとしては、あのクーポンを配るだけではなくて、月に1回です、ね、こう面談をする機会を持っておりまして、これ、大学生のボランティアが月に1回、子どもの進路とか学習の状況を伺ったりですとか、また、バウチャーの利用を促進するようなこうアドバイザーとして関わっています。 でこういったですね学生の、えー、と養成する研修に、まあ、いろんな専門家の方々に関わっていただいてトレーニングをした学生を派遣をして、えー、支援しているという形を取っております。はいでこれが、えー、と現在、仙台で45名の大学生が活動しています。はい 先日です、ね、2月の末にちょうど気仙沼に行ってきたんですけどもあの今、気仙沼はです、ねまあ、こういったあの仮設の商店街というのが始まってまして。 えといわゆるそのお店も自宅も流されたような人たちが仮設の商店街というところに入ってですね、まあ、大きい仮設の商店街が3つぐらいあるんですがそこで、えー、とこういろんなものを販売してるんですね1つ、ですねその中にあった学習塾の,あの経営者の方にお話をお伺いしたときにはですね、まあ、先ほどの話と似てるんですが、まあ、いわゆるそのですね、えー、と無償支援はまあ今の段階でもやめてほしいというようなことをおっしゃっています。でこれはあのまあ 場所によってはですね全く何も塾もないような場所にとっては必要なところだと思いますしまたはその地元の事業者の活動また保管するような形で行うものは必要なのかもしれないんですがあのやり方も少し考えていかないといわゆるその地元にお金を落とすという産業を復興させるというところをですねあの考えていかなければいけないのかなというふうに思っています。はい でえっとですね、実際です、ね、今私たちの150名の支援をしているんですが、えっと、昨年のです、ね、10月に募集を行ったときには1701名という数の応募がありました1701名の内訳を見るとです、ね、73%はま家屋が全壊しているとか、まあ、原発被害を受けて避難を余儀なくされている方たちです。 でまあ、3割2割から3割くらいの方たちは、えー、とご両親または片親が失業されているというような形になっています。ででああのの特にですね、あのー まあがれきの撤去とかもこう終わってきてですね非常にこう目に見える部分のですね復興が進むにつれてですね結構、教育という目に見えにくい部分のところというのはですねやはり忘れられがちになっているなというのを最近非常に感じておりまして特に今、の失業給付の延長が切れるタイミングでしてまあ1月からですねあの失業給付が切れていってるんですけどがその約7割はまだ職が決まっていない。 いうことはいわゆる全く保障がない学校外教育に関してはあの非常に失われている状態というのが続いているでまだまだこう支援は全く足りていない状況というのが被災地ではあるのかなというふうに、はいまあ、1700名の方々からです、ねまあ、いろんなお声をいただいているんですが。 あのーまあ、これ、親御さんから頂い,いているものですね、特に一番下のとことかをちょっと読ませていただきますと、まあ、7年前に建てた自宅は全壊で、地盤が下がっているため、えー、家も土地も失いました、また主人は自営業でしたが、トラックも事務所も流され、再建できません、仕事も何もかも失い、残ったのは命だけですと、財産は一瞬にして亡くなりましたが、知識、教養は一生残るので、子どもに残してあげたいのですと。 まあこういったあのたくさんのお声をいただいてましてまさにあの下に書いてあるですねあの知識・教養は一生残るというのはまあ先ほどの赤林先生のお話とも通じるところなのかなという,ふうに思っていましてまあいわゆるそのえ将来の被災地のこう復興を支えていく日本を支えていく子どもたちへの投資というのはまだまだこう足りていないのかなというふうに感じています。 で,、えっとですね、最後にですね、あの先日、私たちはあの学校外教育フォーラムというのを被災地で行わせていただきましてそのときにあのクーポンを利用した子どものです、ねえー、からスピーチをちょっといただいたのでちょっとあのそのところをですね、映、えー、させていただけたらという,ふうに思っています。 月11日私は自宅で被災しましたこの日は卒業式で在校生だった私も午前中に帰宅しつろいでいる時間帯でした揺れが始まってからは何が起こっているのか全くわからず混乱していましたが母と無事小学校に避難しましたしかし結婚するのもつかの間でした波が襲った瞬間のことは何も覚えていません 時間の経過がそうさせたのかあるいはあまりの衝撃に投了しすぎたのか本当にわかりません私には中学1年の頃から憧れていた高校がありましたたくさん努力すればきっと入れるはずそんな考えはどこにもなく進学できるのだろうかという疑問さえ湧きました震災の影響で通っていた塾も通信教育も すべて大会して教材も机も落ち着いた環境もすべて失ったからですそんな時クーポンを支援していただけると知り今まで以上に勉強に励もうと決めました新しく入った塾ではお互いに切磋琢磨し合える仲間がたくさんでき刺激を受けています塾での勉強の結果推薦入試で 小の高校に合格することができました合格発表ではつらかった震災時や受験勉強が総馬灯のようによみがえりたくさんの支援に改めて感謝した瞬間でしたそんな私の夢は診療内科医になることです以前から医療に携わりたいと思っていましたがこの震災を機にさらに思いが強くなりました 同級生の中には今でも津波のシーンが時々フラッシュバックしたり心に傷を負った仲間もいます身近にそのような存在があるからこそ自分の伝えをなさなければなりません夢を叶えるためこれからも安心していきたいです はい、えー、というあの今、中学3年生のあのこのスピーチなんですが、まあ、いわゆるその、えー、学校外教育である塾とかですね、えー、通信教育を使っていたんですが、まあ、震災を機に全く使えなくなったという状況があってまあ、あの夢を諦めかけたところでというところだったんですが、まあ、私たちが支援する対象の150名には。あの 受かってですね。で、まああのクーポンを使って無事高校に受かったという話がありましたで。今まあちょうど受験シーズンですので、そういったお話をいろいろ聞くんですが、やはりその私たちとしてはその学校外教育というところにあのある種保証が必要なのじゃないかというところで学校外教育バウチャーの提供というのをあの続けています。はい、あの簡単なんですが報告とさせていただければと思います。ありがとうございました。 どうもありがとうございました。それでは質疑討議に入ります。いかがでしょうか。バウチャーの数をあの提供あのももっと需要は多いような気がするんですけれども。 基本的にはこれは寄付とかそういう形の部分で拡大する必要があるんですかえっとそうですすかそうね今、私たちがやっているのは寄付を原資としているので、まあ、いわゆるその、えー、っと調達できた寄付に応じて配布できる人数が決まってくるというところであの、まあ、今、東京を中心に資金調達にも力を入れているんですがあの今、現状としては150名しか支援はできていないという状態です。 組織が似たようなことをやってることがあるでしょうか。えっとですね。今のところ、学校外教育の分野でバウチャーというのを聞いたことはないんですね。ただ、あのえー、っとまあ、来年からその大阪市の方でまあ、自治体が行うという話はありまして、まあ、それは自治体では初めてのケースになると思うんですが、いわゆるその税金を投入してやるって言うのは、これから少しずつまあ、あるのかどうかというところです。 東北の被災地では、その税金投入の検討というのはされてるんです,えっとです、ね、一部、私たちの方で提案をした自治体さんはありまして、まあ、そこで少し話は進んでいるところはあるんですが、まだあの実現して、実施しているのが決まったというところはないですね、はい、理想的という言い方はおかしいんですけども、どれぐらいの金額が集まればよろしいんでしょうか。 そうですねまあ難しいところなんですがまあ今、例えば僕らはですね25万円といういわゆるその文科省の統計を参考に出しているんですがでえとこれは、まるカバーする額として出しているんですけども1年間ですねでこれが例えばその半額くらい出した方が効果があるのかとかですね まあえー、と今のように、えー、と全額出した方がいいのかとかっていうことも含めてあの検討したいなと思ってましてで、まあ、こういったところの評価ってところは赤林先生を中心に今お願いしているというところがありますので、まあ、少なくとも私たちはその150人というところをまた継続来年も継続して支援するということを考えると,、えー、と大体同じくらいの金額5000万円ぐらいは必要になってくるという形です。 からまあ、あの塾とかその地元にある塾とかその学校外教育のサービスというのは十分にあるといいうふうに見てよろしでですすかそねあの特にこう復興が始まりつつあるところではやはりそのバウチャーというのは意味が非常にあるんですが全く塾も何も流されてしまっているところというのもありますのでそういったところではやはりこう利用ができないという部分もありまして で私たちもあの被災地にお金を落とすという目的から今まで通信教育はやめてたんですけど一部の子どもに限ってあのこの4月から通信教育でもバウチャーを使えるというような形を取っています。ごめんなさい、そこの部分ですが経済的な効果地元に対する経済的な効果というのは確かにこういう制度が良いのかなと思うんですけれども。 教育というのはほとんどもともと無料だという発想に立ってしまったらですね、えー、人的な教育サービスを提供するというものもある意味で重要かなという気がするんですがそのところの折り合いというのはどういうふうに人的な、例えば学校の退職した教師がですね、はい 出かけていって無償で教えるというのはそういう仕組みを大規模化していくということです、ね、そうねただ、ですねいろんな今無償の支援とかも行われてまして被災地ではいろんな支援があると思うんですがあの実際にこれバウチャーというのをあの教育を受けている子どもとかですねその保護者に聞くと一番何がいいですかという話は選べるのがいいという話なんですね。 なので、あの必ずしもその無償支援というのがその子に合うかどうかというのはやはりわからないですし、やっぱり教育というのは一人一人のニーズに応じて行うべきというふうな立場に立ったときには、子どもが選べるというのは、あのバウチャーの非常に利点でありまして、あの重要な点なのかなというふうに思っています教育という人に限定はされてるけど、お金に代わるような選択肢があるという、そういうことご、ね、そうですね。 ありがとうございましたちょっと僕留学生でちょっと1点だけ説明したいんですけどあの日本では結構塾に行くというそういうまあ文化というかそういう普通に行われてるんですけどでも僕から見るとあの普通にまあお昼,、まあ、お昼といとか午後3時ぐらいに授業が終わって学生は結構まあ早く上がってるなという雰囲気は僕受け,受けたんですけどその1面あの えっと塾に行くために夜10時まで塾に行ってるとそういう話も聞いたんでそれってあのなぜですかねって逆に学校もちょっと長くしてみんなにあのもっと多く学校に勉強してもらった方がいいんじゃないかなってはいよろしくお願いします、はい。 えっとですね、今、実際にあの統計的な話でいくと,、えー、っと割から例えば中学生でいくと6割から7割くらい塾に行ってますという話なんですね。で、えーっとまあ、なぜ塾に行くのかとかですねというところでいくとちょっとなかなか答えにくいところもあるんですけどいわゆるその学校外教育というのがやっぱりその公教育を補完するものとして非常に成長してきたというところはあるというふうに思ってますので公教育で補いきれないところを をあの支えているのかなというふうに感じています。それはあの一つま受験とかもそうかもしれないですし、あとはその体験活動とかですね、野外活動の分野っていうのは学校外教育の分野だと思うので、あのそういったところでえっと非常にこう日本は成長しているのかなと思います。それって逆に言うと、6割の学生が行ってるということは。 まあ大体みんな言ってるっていう感じで、逆に学校教育があまあ今今ゆとり教育ってよくあの話題になってるんですけど、それが問題かなっていうこと。次にあの海外のそういう教育ってどうなんとかちょっと教えてもらってよろしいですか。はい、はい、えこの辺はできれば赤林先生に <laughs> お願いできると思います。えっとご質問の方がどこの国と比較をされているのかよくわかりませんけれども。 あのまあ、例えば韓国とか台湾はもう塾があることで有名ですよね、それはご存知ですか。でアメリカはです、ね、昔はなかったんですけども、最近はです、ね、あの塾というよりはまあプライベートチュータリングという形です、ね、あの結構出てきてるいます、個人教授ですね。でまあ、その一つのつ理由はです、ね、あの割とその、えー、標準テストで あの学校のパフォーマンスを評価するようになったからだというような言い方もされてますし、それからあのあの、えー、まあさまざまな理由が言われています。で私が思うのに、まあ今までアメリカでなかったで日本でまああのあれや東アジアであったのは、あの私立学校 に対すすするる、まあ、規制じじゃなないいかなっていう感じでするんですねつまり日本はその私立といってもです、ね、アメリカほど自由ではないですアメリカは基本的に私立というのは全く政府の干渉を受けませんが日本は基本的にカリキュラムはコア同じなんですよね私立といえどもですね。かつその私立に行くチャンスというのは大体入学時だけですから、まあ、途中の募集ってほとんどないですしもう入学時に行かなきゃければないですから途中でその何て言うんですかねあの えー、あの効率プラスアルファもっとあの勉強したいっていう時にあのもちろん入学時であれば私立に行くという選択肢は当然ありますしだから私立学校非常に盛んですけれどもそ,のそれまでの間っていうのはなかなか選択肢がないだから、えー、アメリカの行きたいと思ろは結構ウェイティングリストとかに入っていて行きたいところにいくつかもウェイティングリストに載せてて俳優とかにパッと行っちゃう例えば小学校3年生とかですね そういういのはよく聞く話ですので入ろうと言えばいつでも入れます、ちゃんともちろん最低限の能力を示してそしていろいろと学校のルールに対してきちんと誓約,約書を書けばですわ、ね、りとそういう私立学校のマーケットと制度の違いがあるんじゃないかというのは僕の個人的な考え方ですがいろんな見方があるかもしれないちゃんとした研究をなされていない分野だと思います。答えになってますかね。 あの今あの、えーと、ビデオも見せていただいて、あのすごいあの、なんていうかあの、印象深かったんですけど、ですごいあの大事な活動をされてるっていう,もう印象を十分受けたんですが、えー、とそれはそれとしてです、ね、経済的にちょっとあの、せっかく相反したんで、関連して言うと,あの、えー、と、一般論から言うとですね、バウチャーをするっていうことは、あの要するに用途を限って、かつ強制的に消費させるということなんですね。 であの私のさっきの話との関連でいうとそういうふうにさせたいわけですね、今、あのこういう状況だったら。でさて、それはそれとしてですねこういうその被災地のこういう状況の時にこういうバウチャーってじゃあいいのかというのが実はあのちょっと今考えたんでそのことをお話しするとですね。えー、と被災地のの状況っていうはは実は その家族は全部お金がまあ必要なわけですね、でそれはどうどうなぜかって、すべて失ってるわけなので、そうすると、そのお金っていうのは必ず使われるわけですね、でしかもその使われる目的あの、ごめんなさい、貯められるとかいうことないので、一番いいものから順番に自分の都合のように使っていくと、でもしそうだとすると、ですね被災地はバウチャーを提供する必要、実はなくて、つまり強制する必要はなくて、でお金さえ渡せば一番使いやすい、その方にとって一番使いやすい。 使い方を使うあのやるだろうとでなので、こういうバウチャーみたいなのは逆にです、ね、被災地よりは他のところがいいんじゃないかって、まあ、まず第一番目に思ったであのなんですが,そうなんですが実はもう1つ思ったのは、えー、と家族というのは1つの,その運命共同体であると同時にですねやっぱり利害対立者でもあるんですね。 でな今なさっている活動ってのは要するに子どもと親という関係があってで親がそういう状態の時はもう生活も苦しいのでもう食べるものか何か全部なんとかやらなきゃいけないでそうすると子どものそういう教育ならこっちの方がいいという選択を親はする可能性がある。で その選択が本当にその家族にとっていいかというのが実はこういう状況の時怪しくてですね子どもだけのことでとってみれば実はそれを少し下げてでも自分の教育をやることによって将来自分の人的資本を高めるってことが一番実は重要なのかもしれないでそういう,そのなんていうかバランスがすごく難しいなとだから一言言一般論で言えばもうお金を渡せば全部使ってくれて自分の一番都合のいいというまさにそういう状況にある人なんだけど逆に だからこそ、ですねそういうあの、えー、と中のいわば世代間対立がすごくてだから確保してあげればいい必要があるんだということをすごく感じましたでそ,それであのそれに関連でもう一つあのあのちょっと違う話で恐縮ですけど私はですねその結局、バイオチだから強制的に使わせるようなところがいいということを言ったのでそれであの主張しているのは、ね、実は高齢者なんですよね。 で高齢者に年金とかお金を渡すよりはバウチャーを渡した方がいいだろうそれは何かというと高齢者にお金を渡すと貯めちゃうだけだと,ところがバウチャーというのは強制するわけですねでしかもこの教育バウチャーの場合にいいというかあのまあいいのは実は期限があってなぜかというと子どもが教育を受ける期間というのは短いんですよね数年なだから必ず使うわけですねところが えと例えばその高齢者にあるものに対するバウチャーを渡すとそれいつでもいいってなるとやっぱりためちゃうわけですねだから期限付きのバウチャーが必要になってくると思うんですがあのちょっといろんな雑貨の話をしましたけど要するに使わせるというあの制限をするという意味で実は責任もあってだからどうしても資源がいろんなことでやりたいという時にわざわざその教育に向けるという責任があるわけでそのことをまあ 考えてや、あの、やっていただきたいっていう、あの、か印象を持った。で、私個人としては、子供さんに会うことやんない、すごい重要なことだと、まあ、思いますということなんですけど。すみません、なんか、あんまり、あの、感想みたいになっちゃいましたけど、はい。あの、貴重なご意見、ありがとうございます。確かに、あの、そうですね、僕らどちらかというと、えー、と、おっしゃられてた後半にあった。 もともとは生活保護のですねえと子どもにバウチャーをえーと提供していたというところでいくとやはりその親ではなくて子どもが使うと子どもが選ぶというところを非常に重視してやっていましたで確かにその被災地の場合ですね必ずしもそこと一緒かと言われるとあの違う部分もあるのかなというのがあるんですがやはりそのえっと家族とかですねまたは家族を失って こうまあ、違う,こう家庭の中で育てられている子どもであっても子ども自身が自分の教育を選べて使えるというところを、まあ、重視してバウチャーというふうにあのやっていますただあの非常にです、ね、今まであ,のあまりこう検討したことない分野の,あのお話で貴重なご意見をいただいたというふうに思ってますのでまたその辺もですねあも考えながらやっていけたらなというふうに思っています あのえ同じ経済学者として大変よくわかるあの重要なあのご意見だと思います。なんで今の世代は困っているのにあるいは今の世代に投資にニーズがあるかもしれないなん何で子どもだけ優先するんだとその根拠とそれからまあ実際に使われるということのトレードオフの問題だと思うんですね。でそれはやっぱり実証だと思う最後はで。もしかしたら例えばボランティアを批判しましたけど同じようにです、ね、ともらえるはもらっとけと別にお前必要ないかもしれないけどとりあえず行けと。 まあ、お俺が金もらったら別のことで使うけどというような親がいっぱいもしかしかたらいてですねもしかしたらそういう人を拾っている可能性もあるわけです。ですから最後はそれがどういう効果をもたらしたのかということをやっぱりこれは細かい制度設計でそういう部分っていうのはやはり決まってくると思いますどういう事業者が入ってどこまで真剣にやるかもこれもブラックボックスで分からない部分もありますので最後は,やはり実証していかなきゃいけないとで。そうしなければ確かに 今のは本当に理論的に大事なあのご質問であると同時に当然、一般市民の感覚にもそれに近いものがあるかもしれませんので、まあ、そこの部分で,です、ね、私もこれが新しい試みであるからこそです、ね、やはり改善の余地があって当然ですので改善の余地があるということはそれをむしろ否定するにあたって育てたいというふうに思っておりますので先ほどちょっとご紹介があったようにこれをまあ検証していきたいというふうに考えていますもうおっしゃる通りだと思います。 の発表ありがとうございます、あの私も、えっと、3歳の子供がいるんですけれども、はい、苦しいとき、自分の子供用の児童手当に手をつけてしまうと、その葛藤がやっぱりありますで、困ってる被災地では、なおさらやはり生活のための優先順位の中で、3歳だったら3歳のためにやらなきゃいけないこと、5歳だったら5歳の子がこの時期にやらなきゃいけないことってあると思うんですけど、多分その機会を逃さないで、バウチャーで受けさせてあげると。 いうとところからすするとものすごく私は、私は有意義な活動、それからそういう,う新しいサービスかなというふうに今思いましたので、1人の親としてですねやっぱりその葛藤が普通の生活しててもある中で、震災、被災地の方の気持ちをですね推し量ると、あのまあ、新しい支援かなというふうに思いました。 の赤林先生のご説明でですね、教育投資と経済成長の関係と、でご紹介いただいたあの研究論文、米国と、赤林先生も、まあ、教育の経済ということを、まあ、ご研究されるんでしょうけど、えー、もうちょっと広げて、ヨーロッパ等ですね、特に あ,のあんまり英語を使わない CIS の国とかこの辺の何か研究論文で先生の,あの目に留まったものとかございますかと質問の背景はですね私はあのウクライナ国にちょっとかなり関わっておりましてウクライナ国っていうのは高等教育のレベルが非常に高いですね。 ですけど彼らが半ば自重的に我々あの、えー、科学技術のミュージアムになりかけてるというようにギャップがソ連時代のですねお金使い放題で非常に高い技術レベルを持ってたとで市場経済に対応できなくてなかなか経済成長を思うようにいかないっていうようなことがありましてなんかあの えー、教育投資の経済学とです、ね、それから経済成長、あるいは他の労働のビヘイビアのファクターとか、その辺の相関に関する研,あの研,究,が研究成果がです、ね、あるものかなんかと、ちょっとあの、えー、関心ございまして。貴重なご意見ありがとう こちらご意見ありがとうございます。あの、私もあの世界各国の研究論文を見ているわけではありませんけれども、まあ世界中でですね、日本が最も研究の少ない分野ですので、おそらくあのウクライナでもですね、その周辺、ヨーロッパでもですね、膨大な数の研究があると思っています。で、日本で少ないのはデータが少ないためです。あの個人レベルの、その教育とその成果を追求するようなですね。 個人を追跡するようなデータがこれは当然必要ですので、そのようなデータがまあ欠けているという点で、日本では研究が少ないですけれども、あの最近少しずつまあ蓄積されつつあるということでございます。えっと、あの岩手から参りました、山本と申しますが。 えっと、岩手県沿岸では、えっと、教育の問題ももちろんそうなんですけどほぼ例外なくです、ね、被災地はあの過疎の問題にも直面してましてであの私も本当にあの聞きかじりなんですけど、えっと、島根県の隠岐の島の尼高校 というところが効率で全寮制ででもあの国公立大学への,あの、えっと、進学率がものすごく高くてちぐるみでものすごく教育に、えっと、高校生の教育にです、ねえっと、熱心に取り組んでという話を、えっと、伺うことが実はものすごく多くてです、ね、で被災地を回ったときにも教育ボランティアに携わっている人たちがです、ね、そのチュ町の話をです、ねえっと、引き合いに出して我々もそれをあの目指して。 えーとそのまあ、本当にあの越境して子どもたちが集まるぐらい、えーとまあ、この教育ボランティアの活動を高めていきたいねっていう話をよく聞くんですけど今日はあの、えー、とプレゼンテーションを拝見していてちょっとあのドキッとしたのがですねどん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 やっていけばですねやっぱりあのどこかでその民,民間 その、えー、と教育産業とですねこうぶ,つかるぶつかってくるっていうこともあるのかもしれないのかなっていうふうに思ったんですけど実際にどんなところでどういうふうにこうぶつかったりとかですされるんですかちょっとあの事例があれば教えていただければと思います。 あのーまあ、いわゆるその先ほどの話っていうのは私たちのクーポンをえ利用してもらっている教育事業者さんとかが言っている話がベースになるので実際、本当に民業圧迫しているのかどうかっていうところをまあ見ることは難しいかなと思うんですけど。 あのいわゆるその、えー、教育以外のところでいくと例えば魚屋の前で無料で魚配ってるみたいな話があるとしたら分かりやすいんですけど教育に関するところでいくとあのちょっとそこは見えにくい部分でもあるのでなかなか難しいところではあるんですがただあの全くこうボランティアをとか無償支援を否定しているわけではなくてやはり非常に必要な部,部分もあると思いますし またその塾に行くことが難しい子というのもいるのでそういった子に対する支援としては非常に意味があるのかなと思うんですが、あのー、そういったところも考えてやっていただければ問題はないのかなと思うんですけど全くそういったことがなく無償でやる、えー、教育支援というのが、あのー、完全にこう素晴らしいものであるというような やり方でやってしまうということに対して少しこう怖さとかを感じている人はいるっていう感じですかねはいなのでちょっと具体例っていうとなかなか難しいところはあるんですがはいはいそうですねあの僕がお話を聞いたのは石巻ですねで石巻はまあ中心部は復興してきてですね、えー、のまあ被災した塾がようやくこう始め られてるわけですよねその中で、えー、とやはりお話を聞いてると生徒が元の半分くらいになってるとかっていう話でで,でもあの家族もあるし、えー、と雇用もしていかなきゃいけないっていう中であのー、そういった子どもたちを囲んで無償支援をやられると困るっていう話を僕はまあお聞きしたという形ですね。はい 途中から参りましたので少しピントが外れていたら申し訳ないんですけれどもお話をお伺いしましてで一つ疑問に思ったのは教育というものがある意味ではその教育を受ける子どもの潜在的な能力あるいは適性とそれから彼が受けている教育とがどれくらいマッチするかということの結果として出てくるものであるとしたらば。 そのバウチャーによる制度活動が非常に有意義であるにしてもそれが学校教育を補うという形で行われ続けるのであるならばそれにもやはり限界があるのではないかという気がいたしましたつまり学校教育で読み書きあるいはコンピューターとかそういった比較的確実的な教育をしていてそれを補うという意味で学校外教育があるのだとしたらば あまあその連続した教育を子どもに与えることで一番いい結果が出てくるものなのだろうか少し言い方を変えますと例えば音楽に興味がある子どももいるだろうし芸術に興味を持つ子どももいるだろうしで特に今回被災地になったような三陸地方というものは そういった特殊な能力を持った人々の潜在性を開発するというふうな場がそもそも少ない場でありうるわけで,で彼らに対して彼ら自身が知らない自分の適性というものを見つけてやってでそれを育てていくというふうなまあより個別のというか方向に第三者が関わっていく方法というものはありえないものになる。 なのだろうかというふうな気がいたしましたが、いかがでしょうか。えー、ちょっとご質問の趣旨を完全に踏まえて,いるか踏まえて答えられるかどうか分かりませんけれども、あのー、まず、学校外教育のまあ社会的意義をどう考えるかということは、まず。あのー 大事だと思いますし、そこで万が一、もしかしたら人によって意見が違うかもしれないですね。で、えーえー、あ,のあの、これまではそらくその公的教育だけでですね、まあ、かなりの,そのニーズとです、ね、実際に必要なスキルとカバー。 してた可能性はありますけれど、も少しずつですね。技術やあるいはそのニーズが多様化する中で、まあ、あのかつその潜在的なその能力の発掘というものもまあ必要になってくる中で、学校や教育っていうのが、あのま今後あのその後も今も含めてですね公立教育でできない部分を補っているのは、あのその後も今の制度をしようとすればですね。ほぼ明らかだと思うんですね。で、その中であのすごく特別な技能をまあ発掘する役割はないのかと。 おそらくそういうご趣旨だとは思うんですけどもあのおそらく、まあ、理論的にはおっしゃるとおりだとは思うんですけどもあの現実にそういうあの事業者がいるかどうかということもあのおそらくあると思うんですね。その辺私は現場はよく分かりませんけれどもあの、えー、もちろんそういう事業者があってしかもこれまでそういうその例えばレッスンを受けていた子どもに対してはそれをやはりその中断させないで継続させると。 つまり全く新しいことをさせるかどうかは分かりませんけれどもあのせっかく発掘できた能力というものを死なせずに育ててあげるというそういう意味がやはりあるんじゃないかと思いますちょっとお答えになっているかどうか分かりませんけれどもよろししいでしょうか、ね、えと非常に興味深い話ありがとうございましたあのうちも子どもが2人おりましてただもう2人とも大学行っちゃったんでもう塾とかは関係なくなってしまったんですが あのもしその中学生、高校生のときにあの自分の身の回りにこういうことが起きればと,とてもそういうバウチャーという制度があったらありがたいかなというふうふに思いながら聞いていたんですけれどそこでちょっと質問なんですがこのバウチャーを受ける子どもたちというのは、えー、もともとその学校外教育を受けていた子どもたちがほとんどなのかそれともあの必ずしもそうではなくて。 えー、初めて、よし震災という状況であの勉強ができない状況に陥った中で、えー、学校の教育を受けてみようと思った子どもさんたちも、えー、何割かいらっしゃるのかそこら辺っていうのはどんんなな感じなんでしょうかね先ほどですね、まあ、1700名から応募があって150名を選んだという話をしたかと思うんですけれども。 あのまあ、非常に難しい審査ではあるんですけども、今回、のの被災による、まあ、いわゆる経済的なダメージというところと、あとは学年というところと、あとは学校外教育の利用歴というところをあの審査のポイントにして選びました、なので、えー、いわゆるその学校外教育を利用していたけれども、利用できなくなった子どもというのは、一番優先順位を高くしました。 ただ、えーとえー、とえーと一部ですねあの全く使ったことをあの学校や教育を利用したことがなくてえーと利用し始めていること,というのもいます。それは何か枠を取ってらっしゃるんですか例えばあの一割は、はい、え初めての。 うう子どもの枠とか枠、えー、ではなくてですね,ねまあ私たちの方でえっ、ー、で設定した審査基準というのが、まあ、大きくはその3つになるんですけどもその中で、えーとまあ、上から優先順位をつけて150人を選んでいるという形になるのであの、まあ、利用している人もいるし利用していない人も含まれています、うん。ということはあの考え方としてはいわゆるその学校外教育ありきということでその継続性を担保してあげようと。 いうのがやっぱりベースの考え方なんですかね。えっと今回の審査基準においてはそうですね。うん、はい、今後はなんかそこら辺を変える考え方とか。 もともとの始まりとしては、やはりその経済的な困難によって、機会が限定されてしまうのはおかしいだろうというスタートなので、いわゆるその学校外教育の分野を保障するというところを最終的には考えていますので、各自治体とか国の政策として行われていくというところは一番最終ゴールで目指しています分かりました、ありがとうございます。はいはい ではあの大変に貴重な制度設計の実験ということでもう実際に使われているということですから必ずしも実験じゃないんですけど評価がこれからまた評価分析というのが入ってくるということでその後の進捗を含めてお尋ねしたいというふうに希望しております。それからこのプログラムでも多少 あのビジビジネスマネジメント教育等を将来的にえき近未来ですね考えておりますのでバウチャー制度とどういうふうに組み合わせることができるのかという点も検討してみようというふうに考えますどうも大変ありがとうございましたそれではちょっと予定があの遅れておりますけれども5時まで休みにいたしまして1時間で えー、次の話に参ります、えー、まず柳井先生でその後田中先生それから先ほど失業等があだけ、あのー、ちょっと時間が足りなくてできませんでしたので竹谷さんのお話いただいてで最後にプログラムとして、えー、終わるということで一応そういう予定です。それれれからアナウンスが遅れましたけれども 中谷先生、昨日ご連絡がありまして、ちょっとあのご都合ありまして、再度延長するとあの延期するという形で再登板されるということで、4月以降のお出ましになります。よろしくお願いいたします。ではあの5時までお休みということで。